どうも、かけるです。この前、ほぼ完成形にまで進化したエンダー 3S1。これのレビューをさせていただきました。で、これめちゃくちゃいい機種なんですけど、惜しい点。フィラメントが上からしか基本供給できない。ということで今回はフィラメントセンサーを移動する施策っていうところをやっていきたいと思います。やっぱ湿気対策はしっかりやりたいからね。じゃあ作っていくよ。今回はガントリーにあるフラットケーブルをクリップしているプラスチックの部品を再設計して、そこにセンサーを取り付けます。設計図に従って押し出して、まあ大体の形状を作って、あとは細かいところを作り込んで、これで完了。最終的にこういう感じ。ネジで板金部品をクランプして止める感じ。プリントはこっち向ってサポートなし。赤い部分をブリッジで吸って、後でカットする。じゃあ改造。フィラメントセンサーを外して、コネクターもポン。ケーブルを止めてるカバーもドライバーでポン。縦も外していくよ。コネクターはレールの溝を使ってシュッとこんな感じで引き抜きます。あとはケーブルクリップの部品を交換して完了って感じですね。プリント品の裏面にナットを3つギュッと押し込みます。あとはそれをスライドイン。あとはネジを締め込んでクランプして固定。ネジは M3 の15 2本。ちゃんと固定できたらケーブルを差し込んで OK。あとはもともとセンサーがついていたネジでセンサーを固定してコネクターをつないだら完成。実際にフィラメントを入れてみるとこういう感じです。いい感じに動作したらケーブルとかもね、フラットケーブルに止めちゃいたいかなっていうふうに思ってます。ってことで検証も兼ねて試運転中です。まだ試作なんですけど早めに使いたいっていう人はね、概要欄からダウンロードしてぜひ使ってみてください。改善点とかあったらぜひコメントで教えてください。自分もしばらく使ってみて問題なければコメントの方で報告したいと思います。じゃあまた。